こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、第二子出産の入院中、上の子1歳児の心のダメージをどうケアしたらいいっていうお話をします。頑張らんで適度で。はい、では、質問読みたいと思います。ズーザーナーさん、ズーザーナーさん、はい、ありがとうございます。私は現在2人目妊娠中の母で、来月出産を控えているところです。わけあって子供たちはわずか1歳3ヶ月差の、年子の姉妹になります。上の娘はこんな年頃もあって、ママから離れられない時期にあり、パパと過ごす時間に慣れているにもかかわらず、特に寝かしつけはママじゃないとなかなか眠りにつかないし、ママのいない家がとっても辛くて、ドアの方に座って大号泣しているそうです。そっか。産後入院中、どうすればこんな幼い子供のママがいないという精神のダメージを抑えられるのでしょうか。ねえ、年子ちゃん1歳3ヶ月差分け合って、いや、うちもね、あのね、第1子と第2子のね、差がね、1歳3ヶ月なんですよ。で、第2子と第3子のね、間がね、1歳2ヶ月差なんですよ。第2子とね、第3子の間がね、1歳2ヶ月差なんですよ。で、第3子とね、第4子の間はね、1歳6ヶ月差なんですよ。第4子と第5子の間が1歳半かな。まあ、似たり寄ったりですよ。うちも訳あって。っていうか、まあ、うちの訳は、もうあの、積極的にこの、キュッともう縮まった年子を私は狙っていったっていう訳ありなんですけどね。不安ですよね。やっぱ上の子がすごいちっちゃくて、まだ訳分かってなくて、まだまだ甘えたい年頃なのに、第二子が生まれてきてしまって、ね、いろいろこう我慢させてしまってっていうママのね、葛藤があるでしょうね。で、特にやっぱ私みたいに、そういう狙っていった人は、まあそういうもんであるで、自分で受け止めた上での第二子妊娠やからいいねんけど、できちゃったっていうパターンとかだと、それこそまだ予定外やったのにママの気持ちも追っつかへんみたいなんで、余計にね、上の子に対してなんかごめんなって思ってしまったり、どうしようって我慢させてしまうっていう気持ちになってしまうんかなっていうふうに思います。でもね、これね、人っていうのは別にいくつやからとか私関係ないと思ってるんですよ。人生って何もかも自分の思い通りにはいかへん。何か一つゲットしようと思ったら一つ手放さなあかん。全部これも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 っていうのは絶対ね、人生っていうのはそれはないんであって、みんなこう選択しながら、これを手に入れたいから、じゃあこれちょっと妥協しようかな、これ手に入れる代わりにこれは後回しにしようかなとかっていう選択をしながら人間はみんな生きていて、それは別に赤ちゃんだから、ちっちゃいからだから、大人だからっていうことではなくて、生きていく上でそれをする力をつけていくっていうのは絶対条件、必要なことなんですね。まだまだ1歳3ヶ月でちっちゃいかもしれないけど、上の子は。で、第二子が生まれてくるっていうことは、そういうことを学ぶいいチャンスなんじゃないですか。そう、こんなことでも2人目生まれてくるとかでもなければ、ママが5日間とかやけど、入院ってね、5日間も上の子からこう離れて生活するっていうことは経験する必要もないし、そういう機会も与えられへん。じゃあそこを、そういう危機的な状況を上の子は乗り越えるという、そういうスタンスのタイミングを与えてもらえないわけですよ、機会を。そこは乗り越えていけないから、結局それはできないままずっと年齢を越していくことになるでしょ。それが早くできるようになるか、遅くできるようになるかっていうだけの話で、そう、ちっちゃいから、月齢が低いから、だからかわいそう、それがまだできない月齢だからではありません、1歳3ヶ月時は、うん、もちろんやっぱね、ちっちゃいからね、その眠たい時とか、心がね、こう落ちてる時、だから眠たい時、こけて痛かった時、怒られてへこんだ時、不安な時はもう絶対ママですわ。1歳児でも2歳児でもそうです。1歳3ヶ月差じゃなくて、2歳3ヶ月やったとしてもですよ、あと1年後の妊娠やったとしてです、同じやと思います。結局2歳児上の子は、そういう自分のメンタルがちょっとこう落ちてる時っていうのは絶対ママを求めます。それが大丈夫になるのって4歳ぐらいじゃないですか。4つ違いぐらいでようやくそれが自分の中で受け入れて処理ができるようになるかな。1歳2歳3歳は無理じゃないかと思いますね。みんなどうしてももう、ね、うちの3歳児うちも次10月で4歳やけど、眠たい時なんかママじゃないと絶対ダメですよ。そんなもんですよ、子供なんて。1歳3ヶ月と大して変わりませんわ。子供って賢くってね、もう本当に柔軟性があって、まあ言っても、その普段ママがその眠たい時間にいないっていうのも、でも言ってるうちに帰ってくるの、あれ分かってんねんな、1歳3ヶ月時は。
だからドアの前でここで待ってれば泣いてれば言ってるうちにママが帰ってくるから早く帰ってきてよって言って泣くわけですよ。だけど第二次の入院中ってほんまに帰ってこないわけでしょ。その状況をまあ理解するのってまあ1日2日もかからんかなぐらいでね、上の子理解しますよ。1歳3ヶ月の子はこの今の状況でいくらここで私が騒いだとしてもママは帰ってこないっていうことが理解できるともうね言いません。ママが心配している以上に上の子ってママの入院中すごいパパと一緒にね賢く待ってたりする。でママの方が不安になってね、なんかもう気になってね、赤ちゃん生まれて赤ちゃんのことしなあかんねんけどね、もう気になって上の子のことが気になって気になってもう大丈夫って言ってね電話したりするんだけどね、あ意外といけてんだよって言って、せやってなったりとかいう感じで、そこにママがいないということが分かれば上の子はちゃんとそれに適応するから、その力を持ってる上の子のそのパワーっていうんですか、能力を信じてあげてほしいな。できないに違いない、幼いからできない、決めつけんといたって、そんな子供はねしょうもなくないですよ、もっとすごいよ。そうだから、それに適応していくのは子供ももちろん適応していくんだけど、ママもそういうことに適応していかないといけない。そうしながらいろんなハプニングとかへーみたいなことがたくさんありながら子育てっては進んでいくし、で子供もそういう状況の中で一つ一つのそのストレス、まあストレスですわ、そういうことっていうのは、だけどそのストレスをいい方向にこう転換していって、で自分で力をつけていって、自分の力で生きていく術っていうのを学んでいく、それが第二子が生まれるっていうことなんですよ。1歳3ヶ月ですごい年が離れ近いから、次が生まれてくるからって、それがかわいそうなことやとは全然思いません。申し訳ないけど全然思いません。よくやるのがみんなね、それがあるからって言って、その入院前にママが何日か離れるパパと過ごすことをこう予行練習みたいなのやる人いるんですね。あれも無駄です。そんなんやったところで今日はママは帰ってくるっていうの上の子ねちゃんと分かってんねんな、あれ。だから結局ね泣きますよ。ママ早く帰ってきてって泣きますよ。であのトレーニングって全く無意味だと思います。もうねぶっつけ本番でいいです。もうはい入院しました、今日からママしばらく帰ってきません、ごめん1日は泣いて、でも2日目から行けるんですよ。大丈夫だから、うん、そこは心配しなくていいです。で年子ちゃんは年子ちゃんのメリットいっぱいありますよ。1歳3ヶ月なんでまだまだねあんまり分かってないからね、これが2歳3歳になってきたらねもっといろんなこと分かるからね、子供はねちょっと我慢しようとかもできるようになるんですよ。そうするとねまだまだそういう我慢しきれる年齢じゃないのにね、でも我慢しようってするからね、結局それがね赤ちゃん帰りになって出たりね、でその姿見てたらママもうごめんなーってなったりね、いうことがあるけど、1歳3ヶ月は幼すぎて赤ちゃん帰りするここもありませんぶっちゃけふってこう我に返ってこう物心ふってついたら横に妹寝てたみたいな状態になって、本当に双子みたいに育っていくしね。でレベルももうほとんど同じぐらいになって、もう2年後には2人の体格もほとんど一緒になって、服のサイズも全部一緒みたいになって、ほんまに双子みたいに育っていって、なんかママお呼びじゃないみたいになったりもしますよ。2人でコロコロ遊んでね、何してんのって言ったらなんか向こう行ってとか言われてね、なんか2人の世界が、子供の世界が出来上がったりもしてね、すごくね年子ちゃんはいいです。何にも悪いことばっかりじゃないし、訳があったのかもしれへんけど、その妊娠に至るまでのねところはあったかもしれないけど、すごいメリットいっぱいあるんでね、年子は年子のメリットで、2歳差は2歳差のメリットで、3歳差は3歳差のメリット、そしてどっちもデメリットもあります。でそのデメリットばっかりを見ていったら、どんどん自分がごめんなさい、子供に対してごめんなさいっていう気持ちばっかりが先に立つ。それは違う、こういう状況になったね、それを受け取って、だからこそこの状況をみんなでシェアしながら、これを乗り越えていこうね、家族みんなで乗り越えていって、この状況を幸せなものにしていこうねっていう、親がそういうスタンスでいいんかったら、子供はどんどんかわいそうに本当になっていってしまうよね。大丈夫です、年子ちゃん、いいよ1歳3ヶ月さ。うちはそんな感じで、私はあえてそれを狙っていってそういう風にしていったんだけどね。だからそんなに心配しなくていいと思うので、デリケートな心のケアだからいりません。そんなことまで気回す必要ありません。そんなことしなくても子供は自分の力でしっかりそこを乗り越えていきます。ママよりよっぽど子供の方がすごいわ。その力を信じてあげるっていうことを、妊娠中、この来月出産までの間にママの気持ちのその改革をすることが先なんかなっていうふうに私は思っています。はい、12人目妊娠中、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。
年子で何が嫌かって、おむつが倍いる。長期間倍いる。で、エコじゃないっていうことはとても悲しかったです。はい。